最初はなんか自分がそういう風に有権者になるってことはあんま実感なかったんですけど、いざそういうもらえたらやっぱそういう興味は湧きます。今まではそういうちょっと年上の上の世代の方だったんです思うんですけど、18歳になったことでだいぶ若い方にも行くと思います。私はもらえたら行こうと思っています。やっぱり選挙に出る人は選挙の時だけすごい頑張るじゃないですか。でそんな人たちの中から本当に自分たち若者のことを考えてくれる立候補者の方を探すのはもうすごく難しいんじゃないかと不安に思っています。